い、そうするとですね、1グラム。でもこれほとんどハンドフィーディングですわ。うん、手で。そう。最近、自分から食べる、やって食べる感じを、うん、と思ってます。そうですか。まあでも、手でやれる範囲でやった方がいいですよね。はい、それから、ね、ここ濡らした。うんちは8個。おしっこはたっぷり出てます。はい、でも、ほとんどいつもさ、食べてないからさ。で、まあ、今日 21g。まあ、大体ね、目標、まあ、本当体重減るからもうちょい食べなきゃあんのかもしれないけど、前みたいにこの時間をさ、あの、8時間ぐらいで収めてもらった方がいいかな。そういう因数とここでは今何時間だ、まあ、8時間ぐらいですね。6時7分。12時10分で今からですね。18時。あ、20時。そうですね、8時間ぐらいですね。まあ、まあ、多少いいですよ。10時間とか12時間ぐらいになっても。うん、最大でも12までだね。もし可能なら8時間で収めた方がいいよ。で、その他は置いといたり、手でやったりしてもらってね。はい、で、この続きの紙、これ、もう書くとこないんでね、使ってください。で、薬はじゃあ、1週間分出しますから、今日の夜はもういいから、明日から朝は1つ、夜は2つ。はい、ラキサトンは、流動食やるために1cc やってあげてください。それでまた来れる時あったらちょっと観察機を持って見せてもらえるといいかなと思います。すいません。まだでも、ちょっと食べ出してる気がするんでもないけど、体重減ってるもんね。そこが一番嫌ですよね。シムシを食べるとかですね。昨日はよく食粉をしてたんですけど、ね、昨日。それまでちょっとなんか食粉の数が少ないかなって思う。でも本当はね、昼間する夜、夜です。本当食粉、本当のあの盲腸、食粉するうんちって盲腸粉なんですけどね、本当は盲腸粉はね、夜中から明け方にかけて出て、それを食べるんですよね。うん、本能的にも出た鼻から食べる。下に転がってるやつを食べるのは盲腸粉ではない。はい、つけて食べます。あ、つけて食べてます。あ、本当。じゃあ食粉かもしれないですよね。はい、じゃあそういうことで、はい、じゃあまあちょっとできる範囲でやってください。困ったことあったら相談してください。はい、はい、お世話になりました。はい、すいません。ありがとうございます。はい、お願いします。